健康診断前夜仕事が遅くなり午後9時までと言われていた夕食が午後10時を過ぎてしまったこうした場合翌日の健康診断にどのような影響が出てしまうのでしょうか松江市の総合健診センターの医師に聞きました 検診ではこういろんな項目をいっぺんにチェックするという性格上、えー、例えば、えー、食事をすることによってまあ値が変わるような血糖値であるとか、あるいは中性脂肪の値がまあ正確な状況が把握できないということで、絶食が、まあ、あの進められています。足立医師によると、食後は血液中の糖や中性脂肪の値が上昇するため、検診で行う血液検査では、 血糖値や中性脂肪の値を正確に測るため、絶食が望ましいとしていますでは、前日の食事から検診まで、どのくらいの時間を空ければよいのでしょうか血糖値であれば、まあ、食事をして2時間後ぐらいにはだいたい空腹時の値に戻る、ところが中性脂肪の場合だと、10時間ぐらいは、えー、戻るのにかかるというふうにいわれていて、でそれが、まあ、余裕を見て、12時間。 絶食の理想は12時間ただ前日の夕食が焼肉など脂肪分を多く含む食事は中性脂肪の値に影響するので注意が必要です一方飲み物についてはどのような注意が必要でしょうか アルコール自体はまあ論外でしょうけど、あのジュースとか、その例えば砂糖入りとかミルクが入っているような、脂肪分が入っているような缶コーヒーであるとか、そういうものっていうのも、やはり値にかなり影響してくることが分かってますジュースやミルク、砂糖入りコーヒーは、血液検査の値に大きく影響するといいます。では、こんなケースはありませんか夜中や朝。 喉が渇いたでも検診の案内文にはこう書いてあります夜9時以降は絶飲食水やお茶もダメなのでしょうか普通の水であるとかお茶であれば全くその検査値に影響しないというふうに考えていただいてまあ。 どどんどん飲みなさいよというわけではないんですけど、口が、喉が渇く分ほどは、えー、ちゃんと飲んでいただいて、脱水予防をしていいいいたただきたいなという,ふうに思います糖分を含まない水やお茶は飲んでも OK、適度な量を取りながら、熱中症や脱水予防をしてほしいとしています。 長時間、絶飲食だと、熱中症の危険もやっぱり出てきますし、まあ、これはあの夏でなくても、冬の場合でも、少量の水分とか、そういうものは随時取っていただいて構わないというふうに考えています。年に一度の健康診断、絶飲食の意味を正しく理解して、健康維持に努めましょう。